はい、じゃあ打ち首獄門同好会大沢敦史とお菊さんの真空管交換検証コーナー、男2人で始まりました。こちらですね、ただいま真空管アンプ、私の乳首獄門同好会の真空管アンプ、ちょっとバラしてありますが、プリ管が5本、パワー管が4本、もうこの意味が分かんない人はこの映像この先ついてないんで、もう説明は割愛します。プリ管が5本、パワー管が4本のアンプでございますけれども、この真空管の、まあ、いろんな種類の中で真空管ありますからね、これで真空管の変化によってどんな音の差が生まれるのかという、マニアックな企画でございます。ついてこれない人はこの場でストップ。ヴィンテージサウンドというですね、真空管専門店がございます。私がこういうサウンドを欲しいという、要望を出したところ、この真空管か、あるいはこの真空管がいいのではないかということですね。プリ管2種類、パワー管2種類というですね、お前の好きなやつを選べた。紹介していきましょう。プリカンエントリーナンバー1番、ムラート。ちょっと資料を手元に用意したいこれね。そうです。あ、これだこれだ、もうカメラの前でこれだこれだと、はい。プリカンエントリーナンバー1番、多分ムラートと思います。こちらはですね、5本だよな、これ5本で39,500円の真空管があります。すごいですね。こちらはロシア製でございますね。さあ、そして、プリカンのエントリーナンバー2番は、あ、こうやってみようか。カメラ出てからだから、エントリーナンバー2番は、こちら EI のヴィンテージ管でございますね。これはもうヴィンテージ感だからすごいですよ。5本で5万5千円。いやー、これ試させてもらっていいんだろうか。ちなみにですね、ヴィンテージサウンドさんはですね、真空管、74時間エイジングというですね、おーすごい、もう済ませるという、なかなかそういう形で売ってる真空管ないのではないかと。良心的ですね。こちら今2種類が、プリー管のエントリーでございまして、パワー管続いて、エントリーナンバー1番は、これは日本のメーカーということでいいですかね、エレクトロハーモニクスさんは。で、まあ、産地は違いますけどね。産地はどこですか、これは。あ、ロシアの、ロシアからのパワー感来ました。よいしょっと。エレクトロハーモニクスさんの真空管、これですね。真空管で、こちらは4本で1万3500円。さっきのに比べると、まあ、まあ、せいぜいっていう。パワー管のエントリーナンバー2番は、なんだろう、タングソル、タンソルさんの真空管、これもロシア製でございますね。ロシア製の真空管でございます。この辺かな、ロシア製の真空管のタンソルさん。こちらパワー管のエントリーナンバー2番でございます。ね、もうここ、音楽やってない人がここまで映像見たところだと、どんだけマニアックなこと始めたんだこの人らは。はい、ついてきてください。はい、ついてくださいよ。もともとのアンプについてるのは、メーカー名もわからない中国産のチャイナ管ということだけ分かっている、やつらでございます。ただしこれどれだけ音が違ってくるのかというのはお楽しみというわけでね。俺たちも分かりません。今からやってみないと。楽しみでございますね。
それでは準備ができましたところで、いきますか、おっす。じゃあ、とりあえずは、一番、デフォルトの、もともとついていった、真空管でのサウンドを撮ってみます。よろしく。一番最初の基準撮り終了。はい、よっしゃ。ここからですね、ただいまプリカンを、エントリーナンバー1のプリカン、ムラズさんにですね、変更いたしまして、ムラズさんのですねサウンドがどのようになるのか、さっきは結構ね、別に、下の方まであるような印象じゃないジャキッとしたやつが、これプリカンの変更でどれぐらいいってみましょうか。じゃあまずはじゃあ東京さんは、変わりましたね、プリカンだけで。ちょっとクリーンサウンドもちょっと実装上サウンドが変わったのは何か、やっぱレンジ広がりましたね。そうね、ね、ミドルからローあたりがもうガシッとガシッときましたね。なんかピックのよしいい感じだね。これは検証結果出てきますよ。エントリーナンバーはムラズさん、変わりました。これは変わりましたね。じゃあちょっと取り過ぎではございますが、次続いてエントリーナンバー2番の、EI さんに行ってみたいと思います。エントリーナンバー1番ムラドさんが終わりまして、プリカンのエントリーナンバー2番 AI さんのセッティングが今完了いたしました。じゃあちょっとね。
歪みの性格違いますね、やっぱプリクラに変えると、ね、さっきよりなんかこうきめ細かい感じ、うん、あー俺こっちの方が好きだな。おっとおっとおっと、やっぱ印象がありますね。いや、やっぱ全然いいわ。うん、変わりますね、これね、うん、さっきの一番目はもっとなんか軽くジャギーンで捨てるだけっていうイメージだったけど、こっちのなんだろう、いい歪みするな。そうだね、はい、細かいね。じゃあちょっとディストーション切ってみましょう。なんかやっぱり歪ませなくてもちょっと違う。繊細。繊細だね。繊細。カッティングはそんな印象ないかな。今までさんよりちょっとなんか中域の押し出し感みたいなのがあまり強くなくて。バランスいい感じ。バランスいい感じ。ね、耳障りよね。耳障りがいいっていうか。うん、でも村田さんにしてもこの人にしてもやっぱり元あった真空管よりはこう、うん、すっごいレンジ下まで来るね。そうだね。プリカンだけで。これはびっくりしますね。これ楽しいな、これ。おお。これはじゃあ俺プリカンは彼に分配あげるな。おお。いい愛さん、いい愛さんだね、俺。やった。やった。ちょっとこう、これは面白い過去だ。どうしましょうか。それじゃあこっからの検証は。EI さんプラス今元あったパワー感でやってたわけじゃない今、うん、これを基準にパワー感変えていく。あ、どうしよう。あ元、ね、それはもう会長のお好みで、うん、でもプリカンこれで決定だったらパワー感であとどこまで進化するかっていう方が面白いか。うん、まあね。ね、そうしようか。そうしようか。そうしようか。そしていきましょうか。いきましょうか。じゃあすっごい行き当たりばったりな検証ではございますけれども、俺顔映ってないで喋ってるからせっから行き当たりばったりな検証ではございますけれども、プリカンをですね、エントリーナンバー2番の EI さん優勝ということで、これからは、EI さんプラス、今あったのが元のパワーカン4本で、次にエントリーナンバー1のエレハモさん、エレクトロハモエクさんの真空管パワーカン4本に変えてどうか、そして最後に、タンソルさん、タンソルさんの真空管4本に変えてどうかという感じで、残り2本を進めたいと思います。面白いなこれ。いいぞいいぞ。さあそれでは EI のプリカンプラスというところで、パワーカンのエントリーナンバー1、エレハモさんがどんな音を出すのかやってみましょうか。キャラはなんかあるね。バズッとしてるね。そうね、さっきよりなんだちょっと荒々しくなった。荒い方でしたね、エルハモさん実は。じゃあクリームいってみますか。おいしい。
なんかあれですね、いやこう総合的にどんどんレンジ広がってきますね。下の方、下の方は。やっぱあれですね、ヴィンテージサウンドさんに俺はこう中低域のこうどっしりした感じで芯作ってほしいみたいなことは言ったんですよ。確かにプリでもパワーでもどんどん下伸ばしてくる感じしますね。じゃあエルハゴさんこれぐらいしておきますか。いいですか。いいですか、うん、最後のエントリーに、はい、これでこうビタッと決まると面白いよ、うん、じゃあ最後の、パワー感エントリーの場には多分タンソルさんタンソルさんに変えたいと思います。はい、それじゃあ最後のプリー缶は先ほどと引き続き EI さんので、最後のパワー缶が、タンソルさん、タンソルさん、多分タンソルさん、こちらもですねロシア製の、パワー缶に、先ほどと一緒ロシア製のパワー缶なんですけれども、その中でどれぐらい違いが出てくるのか楽しみですね、お客さん楽しみですいや、やりますか。最後の、最後の、エントリーでサンソルさんです。どうぞ。タンソルさん優勝ですEI さんとタンソルさんが優勝ですはい、はい、あ、でも俺まだクリーンって引いてないな。あ、そうだ。あ、やっぱりなんか広がるねなんでやってもカッティングがそんなに印象変わんないんだよなでもやっぱ歪みが変わりますね、うん、あとクリーンで弾いてみるとその低域の膨らみというか、全然初期のこのデフォルトのやつとは訳が違うっていう感じになりますね。面白いもんだ。優勝はタンソルさんですこれになりました、この、 まあ、今回バンド支援プロジェクトで私今回は初回分はこのいただけるというですね、ありがたい話なんですけども、買うといくらなのか、EI さん、5本で5万5000円いやー、3万9500円の村尾さんよりも EI さんが買っちゃったんで、5万5000円で、ですね、あと、タンソルさん4本のやつが18,300円、エレハモさんは13,500円でございますので、世の中やっぱりね、高い方がいいもんですね安くていいっていうわけにはいきませんでした高い方がやっぱり気に入りましたいやでもいいですね、やっぱり変わりました、全然最初のとは、うん、最初ね、そんなこんな音じゃなかったよっていうローなかったもん。そうですねで、この非常にレアな真空管交換という検証でですね、やっぱり違うもんそしてこの人が優勝だと非常に面白い体験ができましたね。まあお客さん的にもどうですか。いやー面白かったですね面白かった。やっぱりやっぱ真空管で変わる、まあ変わるとは思ってますけど、ね、違うんだろうなと思ってる。あ、変わるんだなって、うん、そうね、こういう、ね、実感する検証ではあんまできないからね。うん、そうだね。そう考えてみれば、パワー管を交換しますってできるもんじゃないんだから確かに確かに、うん、いや本当に貴重な貴重な、うん、面白かったですね。じゃあ皆さん真空管ヴィンテージサウンドさんで
ぜひぜひヴィンテージサウンドさん、ヴィンテージサウンドさんで、そのね、俺さっき言ったやつ、あのプレミアムクラスで74時間エイジング済みのお値段だから、もっとリーズナブルなコースも確かあるはずだから、ぜひサイトをご覧になってください。よし、じゃあ真空管交換検証終了、ありがとうございました、優勝は EI さんと、パンソルさんでございました。よし、もう俺これでしばらくやるぞ。よっしゃー、はい、バイバイ、はい、皆さんまたねー、バイバイ、はい、またねーって、またやっとかんのこれ。